クライブ・マールス・シンクレアは、イギリスの企業家、発明家。1972年に、世界初の薄型電卓、シンクレール・エグゼクティブを発明し、1970年代後半から1980年代前半に、かけては、ZX80、ZX81、ZX スペクトラムといった、パーソナルコンピュータを開発した。ZX80 は、 イギリスで初めて100ポンド以下で大量販売されたパソコンである。シンクレアは10代の頃からエレクトロニクスと小型化に魅了されてきた。プラクティカルワイヤレスやインストルメントプラクティスといった雑誌の編集助手として働いて資金を稼ぎ、1961年にシンクレール、レイディオニクスを創業した。ポーカープレイヤーでもあり、ポーカーを扱った。 イギリスのテレビ番組レートナイトポーカーにも出演していた。また別のポーカー番組セレブリティポーカークラブでは第1シリーズでキース・アレンを打ち破って優勝した。折りたたむと非常に小さくなる軽量な折りたたみ自転車 A バイクを発明した。シンクレアの父も祖父も技術者でビッカース造船所で働いていた。祖父のジョージ・シンクレアは発明好きの船舶技師で 嫌いを一掃するボーライグの開発に関わった。父のビル・シンクレアは、技術者としてのシンクレア家の伝統を破って、修道会に入ろうとしたり、ジャーナリストになろうとした。しかし、ジョージの説得もあって、結局機械技師になった。第二次世界大戦が始まった1939年、ビルは、ロンドンで機械の製造販売を行う会社を経営していたが、後に、 軍事省で働くようになった。クライブ・シンクレアは1940年、ロンドンのリッチモンド近くで生まれた。空襲を避けるため、母と共に、デボンのテーマンスにあるおばの家に身を寄せた。間もなく、リッチモンドの自宅が爆撃されたことを知らせる電報が届いた。父のビル・シンクレアは、バークシャーのブラックネルにある家を新たに購入した。シンクレアの弟イアンは1943年、 妹フィオナは1947年に生まれた。クライブは水泳とボートが得意だった。祖父、ジョージの影響もあってか、幼い頃に潜水艦を設計している。スポーツにはあまり興味がなく、学校でも周りから浮いていた。彼は大人と行動を共にすることを好んだが、当時それができるのは家族だけだった。シンクレアはボックスグローブ私立学校に入学した。 学校では数学に才能を発揮した。10歳になった頃、父の会社の経営が悪化した。彼は工作機械から転身し、アメリカから小型トラクターを輸入販売する計画を立てたが、最終的には事業を畳たたんだ。父の財政問題のため、シンクレアは何度も転校を繰り返すことになった。シンクレアは1955年にロンドンの高校で、 GCE の O レベルに合格し、ストリート、ジョージズ・カレッジ、ウェイブリッジで、物理学と数学の A レベルに合格した。彼は当初、カフェで、しわりや皿洗いのアルバイトをしていた。その後、休日に、エレクトロニクス企業でバイトをするようになった。ソロトロンという会社で働いていたとき、彼は、技術者に、電気で推進する自動車の可能性を尋ねた。 マラード社での休日のバイトに応募するため、彼は自分の設計した回路を送ったが、理論的壮熟さがあだとなって採用されなかった。学校では目立たなかったが、プラクティカルワイヤレス誌に記事を書いていた。18歳の誕生日の直前に学校を辞めた、シンクレアは大学に行くつもりはなかった。その時すでに、ホビースト向けに電子キットを通信販売しようと考えていた。 シンクレアのミクロキットのアイデアは A レベルの試験を受ける3週間前の1958年7月19日にノートに書かれていた。シンクレアはモデルマーク I と名付けたラジオの回路図と部品表を書きコストが詳細に計算し、さらに雑誌への広告掲載費用も計算していた。シンクレアは月産1000個で部品をどれだけ注文し、 どれだけ値引きしてもらえるか、などを見積もっていた。1959年1月、彼の書いた本、プラクティカルトランジスターレシーバーアッツブック1が、ベルナール S パブリッシングから出版され、同年中に増刷された。また、ステレオに関するハンドブックも書き、1959年6月に出版された。シンクレアがベルナールスの従業員として書いた最後の本は、 モダントランジスターサーキッズ・ゴ・ビギナーズで1962年5月に出版された。この間、彼はベルナール・ババニに雇われ13冊の実用的技術賞を生み出した。シンクレアはついに自分のビジネスを開始することを決心した。1961年、シンクレール・レイディオニックス・リミテッドとして会社名を届け出た。 シンクレールエレクトロニクスはすでに存在していたためである。シンクレールラジオは使われていなかったが、シンクレアにはふさわしいと思えなかった。1961年7月25日、シンクレールレイディオニクスを設立した。シンクレアは発明品を広告し部品を購入するのに必要な資金を調達する試みを2回行った。彼はプリント基板キットを設計し、 いくつかの技術をライセンス提供した。そして小型トランジスタラジオの設計を行い、それをキット形態で生産するための講演者探しに時間を費やした。最終的に彼の会社の55%の権利を3000ポンドで購入してくれる人を見つけたが、取引は結局うまくいかなかった。資金調達がうまくいかないため、彼は ロンドンのフリート街近くのユナイテッドトレードプレスという出版社でインストルメントプラクティス誌の編集者として働くことになった。同志にシンクレアの名前が編集助手として出るようになったのは1962年3月からである。シンクレアはプレーナー型シリコントランジスタの製法とその特性を紹介し1962年末までに入手可能に なってほしいと希望を述べていた。シンクレアは以前よりさらに小型化に見入られていった。シンクレアは半導体デバイスの特性調査を引き受け、その結果は1962年9月から1963年1月の間4回にわたって連載された。彼の名は1969年4月まで同市上に見られた。UTP を通してシンクレアは36もの。 製造業者の数千のデバイスに触れることができた。彼はセミカンダクターズリミテッドに連絡し、同社が不合格とした部品を自分で修理して使うので売ってほしいと申し出た。彼は小型ラジオの設計図を同社に渡す代わりに、同社のトランジスタ1万個を1個6ペンスで買い取る取引をした。それを独自の品質管理試験で調べ、4段階に レベル分けし、1ポンドが240ペンスの時代の当時、1個100ペンス前後で販売した。シンクレールレイディオニックスは1979年まで存続し、様々な製品と会社を生み出した。小型アンプをはじめとして、同社は設計と品質とアイデアの斬新さで、名が知られるようになった。大量生産による低価格化が全体的な方針であった。 この考え方は当たれば、巨万の富が得られるが、外れれば、破産の危険がある。当初、その方針に、必須の戦略は、キット形式の生産だった。シンクレール・レイディオニックスの戦略からの脱却を目指し、シンクレアが新たに設立した会社が1973年の、エイブルズ・ディール・リミテッドである。その後何度か解消し、1977年7月に、 サイエンス・オブ・ケンブリッジ・リミテッドとなった。1978年6月、サイエンス・オブ・ケンブリッジはマイコンキット MK14 を作った。これは SC-MP を使ったものである。1978年7月にはパーソナルコンピュータのプロジェクトが進行していたが、そのニューブレインが100ポンド以下では販売できないとわかるとシンクレアは、 もっと単純なコンピュータを作ることにした。1979年5月、サイエンス・オブ・ケンブリッジの技術者、ジム・エストウッドは、ZX80 プロジェクトを開始し、その製品は1980年2月、キット形式では79.95ポンド、完成品では99.95ポンドで発売された。同年11月、サイエンス・オブ・ケンブリッジは、 シンクレールコンピューターズリミテッドと解消した。ZX スペクトラム1981年3月、シンクレールコンピューターズはシンクレールリサーチリミテッドと解消し、さらに低価格化したシンクレア ZX81 が通信販売されるようになった。価格はキットで49.95ポンド、完成品で69.95ポンド。 1982年2月、タイメックスがシンクレアのコンピュータのアメリカ合衆国での製造販売のライセンス提供を受け、タイメックスシンクレールの名で販売することになった。同年4月、ZX スペクトラムが発売された。価格はラム1 6イト版は125ポンド、4 8イト版は175ポンド。1982年3月、 同社の運転資金は2717万ポンドに達し、利益は855万ポンドとなった。なお、資金には政府がポータブルテレビ開発に助成した38万3000ポンドも含まれている。翌年、シンクレアはナイトに助された。また、電気自動車を開発する新たな企業シンクレールビークルズリミテッドを設立し、1985年のシンクレールシーンを という電気自動車の発売につながっていく。1984年、シンクレアはビジネス向けのコンピュータシンクレール QL を発売した。ZX スペクトラムの後継シリーズとして1985年には ZX スペクトラム128が発売されている。1986年4月。 シンクレアリサーチは、シンクレアの商標とコンピュータ事業をアムストラットに500万ポンドで売却した。シンクレアリサーチは研究開発のみを行う企業となり、同時に新たなスピンオフ企業群のお持ち株会社となった。参加企業としては、アナマーティックリミテッド、シェイエコミュニケーションズリミテッド、ケンブリッジコンピューターリミテッドなどがあった。 1990年にはシンクレアリサーチはクライブ・シンクレア以外には二人の従業員だけとなっており、電動自転車自形や折りたたみ自転車 A バイクなど個人用の乗り物の開発に注力するようになっていた。シンクレアはコンピュータ業界に長年携わってきたが、インターネットは全く使っていない。シンクレアはイギリスのメンサのメンバーであり、 1980年から1997年まで17年間、評議会議長を務めた。ありがとうございます。